アダルベルト・リベラは、イタリアのモダニズム建築運動を代表する建築家。イタリアのファシズム体制下でも多くの作品を残した。イタリアにおける合理主義建築運動に関わったが、その後一定の距離を置いた。ユーロ会議場イタリア北部の都市、トレント近郊のビラ・ラガリーナに生まれた。1925年に、パルマ美術大学を、 1928年に、ローマの建築専門学校を卒業しているが、その在学中に、同窓生のフォルトゥナアートでペーロを通じて、イタリア未来派と信仰を持つようになった。大学を卒業する以前に、すでに MIAR の設立メンバーの一人となり、後にはその初期を務めている。マイヤーは、ローマを本拠地としており、ミラノとコモを本拠地とする、グループ7とは、 ライバル関係にあった。マイヤーは1927年には、ミス・ファンデル・ローエによって、ドイツ工作連盟主催のシュトットガルト住宅店にも招待され、また、1928年と1931年には、展覧会、合理主義建築をローマで企画している。その後マイヤーは解散した。未来派と合理主義建築運動に影響を受けた才能ある。 建築家というだけでなく、政治的にも助裁なかった。マイヤーの設立者であり、またその初期であったことは、当時、公共工事において、絶大な決定権を持ち、ムッソリーニの近代化の構想にのっ,とって、多くの公共建築を委任されていたファシズム体制の上層部と関係を持つことを可能にした。リベラはこれらのコネを通じて、1930年代の、 ファシスト体制下で多くの代表作を設計する機会を得ることができ、例えばローマのユーロにあるユーロ会議場などそのいくつかは国際的なモダニズム建築運動においても記念碑的な作品となっている。交差ボールト状のシンボリックな屋根を持つ会議場の設計はモダニズムと新古典主義との間で微妙なバランスを取ることに成功している。また、 ジャーナリストのクルツヨ・マラパルテの辞邸、マラパルテ邸の設計も行っているが、マラパルテが実際に建てたものとリベラが残している、図面とは大きく異なっているため、マラパルテ自身が大部分を設計したという説も、依然として有力で論争中である。ファシズム体制下においては、すべての建築家が、ファシスト等への入党を強制されたが、同時代のジュゼッペ・パガーノや、 ジュゼッペ・テラーニなど、幾人かはその中で重要な位置を占めることに成功した。この時代のリベラの幸運も、党との関係によるところが大きかったと言えるだろう。ファシズム体制の崩壊後は、他の人物たちと同様に批判にさらされることになったが、故郷のトレントで数年間ほとぼりが冷めるのを待ち、ファシズム的な表現から脱却して、活動を再開した。 集合住宅やオフィスビルなど戦後にも多くの代表作を残している。1954年から1962年にかけてトレントのトレンティーノイコールアルトアディジェシュ庁舎を設計している。1963年死去。ありがとうございます。